ガンユータ、28歳で見せた進化。努力と才能で掴んだ未来への鍵とは。ガンユータ、トベ合流で覚醒。ナンバーアンダーライン愛結成の裏側に迫る。ガンユータの、騎士君公文が面白すぎる。天然キャラ炸裂の瞬間をまとめた。騎士ユータの28歳は、まさに人生の大きな転機だった。彼がトベへの所属を発表し、 新たな道を進み始めた瞬間から、私たちは彼の真の才能を再発見していった。特にナンバーアンダーライン愛の結成は、彼自身が考案したグループ名に込められた、一緒にファンと歩んでいくという思いが強く反映されており、その信念はファンの心に深く響いた。一番を目指すことも大切だけれど、それ以上に重要なのは家庭という言葉には、騎士の人柄とアーティストとしての姿勢が集約されている。 頂点を目指すだけでなく、その過程を大切にすることこそが、彼が追い求める真の成功の形だ。この1年間で騎士が見せた成長は、単なるパフォーマンスだけでは語り尽くせない。ナンバーアンダーライン愛としてのデビュー曲、ゴートで披露された斬新なラップスタイルは、多くのリスナーに衝撃を与えた。その独創的なスタイルは、これまでの騎士のイメージを一新し、ファンの期待を大きく超えるものだった。 ラップという新たな表現手法を取り入れたことは、彼がアーティストとしての可能性をどこまでも追求している証拠であり、これはまさに、リフレームの技術を使ったかのように、従来のアイドル像を再構築した瞬間でもある。ラップの技術だけでなく、彼の豊かな声色や表現力がいかに多彩であるかが、他の楽曲でも明らかになっている。例えば、セカンドデジタルシングルのブロウユアーカバーや、自身がプロデュースした、 バナナ、テイクイットレイジー、ノイエスなどでは、彼の異なる面が際立っている。柔らかで伸びやかな歌声は、ファンにとってまさに新しい騎士を感じさせ、SNS で、印象が変わった、との声が広がったのも納得だろう。特にダンスパフォーマンスにおいては、そのしなやかな動きが注目され、NHK の音楽番組、NHKMUSICEXPO2024 で彼のダンスが話題となり、X 旧ツイッターでトレンド入りしたことは、岸のスキルがいかに多くの人々を魅了したかを物語っている。そして、彼のアーティストとしての実力だけでなく、岸のユニークなキャラクターも多くの人々を笑顔にしてきた。特に、彼が X で見せる岸ん構文は、彼の明るく愛らしい性格を象徴している。自分で質問と回答をする、一人質問箱などの投稿は、彼の独自性があふれており、 まさに彼の個性があふれ出たた一年だったここで興味深いのは、騎士が持つ多面的な魅力が彼を支持するファン層を広げ続けている点だ。彼はアーティストとしてのスキルを磨きながらも、その根底にあるのは、一緒に楽しむこと。この姿勢こそが、ファンを引きつける要因であり、彼の成功の基盤でもある。彼が過去に何度も口にしてきた、一緒にいる人に楽しんでもらいたいという思いは、 彼の全ての活動に一貫して見られる。そして、ファンはその姿に感動し、彼を応援する気持ちがより一層強くなるのだろう。また、この1年で岸が参加した大型音楽フェス、コーチャイラ・バレー・ミュージック・アアーツ・フェスティバル2024や、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024、サマーソニック2024といったイベントも、彼の存在感をより強く印象づけるものとなった。こうしたフェスティバルでのパフォーマンスは、 岸のアーティストとしての多様性を証明すると同時に、彼がいかに国際的なステージで輝けるかを示している。そして、岸の成長はまだ終わらない。今年9月には、ナンバーアンダーライン愛の初のフルアルバム、ノーイチがリリースされ、岸のソロ曲、レシピでは彼が作曲とギター演奏に挑戦した。これはまさに、エキパンドの技術を使って、彼の音楽の幅を広げた瞬間だ。 音楽的な探求心と挑戦を続ける騎士に、ファンは再び驚きと喜びを感じたに違いない。これから29歳を迎える騎士にとって、さらなる挑戦と成長が待っている。彼が持つ純粋さと努力家の姿勢は、ファンだけでなく、同じ時代を生きる私たちに多くのインスピレーションを与えてくれる。彼がどれだけ周囲に笑顔を届けてきたか、その一つ一つの瞬間が、これからも続いていくことを願ってやまない。 彼の29歳の一年は、全国ツアーをはじめ、さらに多くの活動が予定されているだろう。そして、その全てが、彼の情熱と才能をさらに輝かせ、私たちに新たな感動をもたらしてくれるはずだ。キシユタというアーティストの未来は、これからも明るく、彼の名前が世界に響き渡る日もそう遠くないだろう。キシユタのこれからの未来を考えると、その歩みはますます注目を集めていくだろう。 彼が持つ、人を楽しませたいという信念は、どんなに忙しい日々の中でも揺るがない。そのため、29歳を迎えた騎士がどのように自らの才能をさらに磨き上げていくのか、ファンの期待は大きく膨らんでいる。彼がこれまで築いてきた道筋は決して平坦ではなかったが、挑戦を恐れずに進んできたからこそ、今の騎士があるのだろう。彼が示してきた、家庭を大切にするという言葉は、 これからの活動ににおいてもますますす重要になる全国ツアーを通じて、ファンとの絆をさらに深め、パフォーマンスの中で新しい感動を届けることは間違いない。ツアーが進むごとに、彼の歌唱力やダンススキルがどのように進化していくのか、その過程を見守ることがファンにとっても特別な体験となるはずだ。さらに、騎士がこれまでの活動を通じて見せてきた多面的な魅力は、音楽だけにとどまらない。 彼の SNS での独自な発信や、トーク番組での天然でユニークなキャラクターも含め、エンターテイナーとしてのポテンシャルは無限大だ。その多彩さは、今後のエンターテインメント業界でますます広がりを見せるだろう。騎士がアーティストとして成長し続ける一方で、彼のキャラクターそのものが大衆に愛され続けるのは、彼が持つ自然体の魅力と、人を引きつける力に他ならない。一方で、 岸がアーティストとして成し遂げてきたことは、決して彼一人の力だけではなく、周囲のサポートやファンの応援があってこそ。彼はその感謝の気持ちを常に忘れず、パフォーマンスや楽曲に込めて表現している。ファンと一緒に歩んでいくという理念は、これからの彼の活動の中心にあり続け、彼の成功の一因となるだろう。ここで私たちは、岸優太がこれまでの道のりで学んできたことに立ち返るべきだ。 成功の秘訣は、ただ結果を追い求めるのではなく、その過程を楽しみ、挑戦を受け入れることにある。騎士がそのような姿勢で歩んできたからこそ、今彼が手にしている多くの成功がある。そしてその成功は、これからの彼の未来をさらに輝かせていく。29歳の騎士がこれからどのような挑戦に立ち向かい、どんな新しい姿を見せてくれるのか、ファンだけでなく、エンターテインメント業界全体が注目している。 これまで彼が経験してきた数々の挑戦と、それを乗り越えた結果生まれた新たな魅力。それは彼自身だけでなく、私たちに対しても多くのことを教えてくれる。人生において重要なのは、目標に向かって努力し続ける姿勢と、その過程を楽しむ心だということ。騎士が歩んできた道は、まさにそのことを証明している。彼の29歳の一年がさらなる飛躍の年となり、 これからも彼が私たちを楽しませ続ける存在であり続けることを確信している。私たちは、岸優太という特別なアーティストがこれからも自身の道を歩み続ける姿を見守りながら、その成長を共に楽しむことができる。それこそが、ファンとしての最大の喜びであり、岸が追求する、一緒に楽しむ、というビジョンの体現でもあるのだ。そして、そのビジョンがこれからもガン優太という名前をさらに大きく広げ、 世界中に響き渡る日が来ることを楽しみにしている。